はい、お疲れ様でございます。 FX の1時間チャートを見ているんですけども、一番最初にやってほしい練習ってのは、一番最初でもないか何が一番最初なのかもうねこんがらがってきましたけども、まあでも初期の段階でやるべきことってのは補助線を引くことです。補助線が引けないとこれチャートをね判断すること難しいんですよ。そういった意味で言うと、移動平均線だって補助線と言えるんですけども、この移動平均線に関しましては自動的に表示してもらうような仕組みがありますので、そちらに任せた方がいいと思います。もちろん移動平均線もね手動で引いていた時期があると思うんですけどね。はい、それではこのチャートを見ながら、主にローソク足ですよね、どういったところに補助線を引けばいいのか、最も簡単なところからお話していきます。それはですね、例えば高値圏っていうのがありますけども、高値でつけたところで、今度はね安値に転換するところがあります。例えばこういったところぐーっと値段上がってきますよね。でここで下がっていきますよね、はい、これも補助線なんですけども、さらにはまあこういうふうに補助線が引ける場合があります。もちろんこれだけじゃなくてちょっと一部隠れちゃってますけども、こういうふうに補助線を引いてもいいわけですよ、ね、あの場合と用途によって補助線の使い方が変わりますけども、まあ、もっとざっくりと引こうとすると、このギザギザをなくしてここからここまでを1本で引いてこういう風になるかなってところですね。これが補助線です。もうちょっと前から引こうとしたらこうですね。これによってギザギザしながら少しずつ右肩上がりになってくるっていうところが見えてくるんですよ。で一つのトレードの判断材料として、過去の高値圏に水平線をこうやって引いてね、ここを超えたらバイでエントリーっていうふうに決めとくんですよ。そうすると値動きがこの辺の時にね、このまんま上昇していって下落していってっていうのはあるんだけども、ここを超えた時にバイで入ろうっていうふうに決めることがあるで、まんまとこの間が取れるわけでしょ。だからといってバイで入ってほっといちゃダメなんですよ。ほっといたら値段がね戻ってきて、今まさにそうですけど、これ含み益が含み損に入る可能性があるんですよ。ですんで、もしバイでエントリーしたんだったら、ここでですよ、ここでバイでエントリーしたんだったらこの辺りでもいいんですよ。自分の狙った含み益が出た瞬間にそれは利益確定をした方がいいってことですよ。いわゆる離脱ですよね。そしたら今日の給料が出るって話でしょ。で延々と伸ばしたいのは伸ばしたいんですけども、年利を送っててもねずっと伸びるもんではありません。どっかでまた反転していきますから。なんで反転するかっていうと、利確をした人が多い、もしくは利確をした金額が多いから買い圧力が減っていって売りに変わっていくんです。そうすると今度はここで買いと売りが逆転するわけですから、それを見た人が新規の売りを立てていって売りが加速する可能性があるんですよね。まあ、これからまた話続けていくと長くなるんで、この辺にしときましょうか。補助線のことに話を戻します。もう一回最初からいきますね。補助線の引き方ですけども、まずはこのチャートを見て、こういう風に簡単な補助線を引けるようにはなっておいてもらいたいから、ここでもいいしここでもいいんですけども、こうですね、こことこう大体水準が同じでしょ、こことここね。で髭先で引くのか実体で引くのかによっても変わりますけども、まあ髭先も実体も使いながらざっくりとこのように引いていけば、ギザギザしながら高値が徐々に上がっていってるということが見えます。安値が徐々に上がっていってるということが見えます。これがだから要するに右肩上がりになるんですよね。いかがでしょうかね。これで補助線引けるようになった。でこの補助線が引けるようになったら、今度は水平線横に補助線を引くことができます。ですので細かいことを言うとね、ここだけでも補助線っていうのは存在するんですよ。例えばここですよね、ここを超えたらバイでエントリーって決めとくこともできます。そしてここに新しい補助線がありますので、新しい古い補助線がありますので、ここで一旦利確、さらにこれが上を突き抜けていったら再度ここでバイでエントリーみたいな判断もできるでしょ。でこれをまさに昨日してたわけですよ。でこの判断をする前に、私はシナリオをこの辺りでこの辺りで作っていたってことなんですよ。なんだったらここで跳ね返って C
下に伸び出した時点でここより下に行かないだろうな、ここより下にもし値動きが行ったんだとしたらここをマックスとして右肩上がりは終わり、ここから右肩下がりに入るだろうなって判断するっていう話なんですよね。一旦ここまでにしましょうか。はい、それでは。